こんにちは、わっきです。前回は成形写真撮影に便利なスマートフォンのアプリをいろいろご紹介いたしました。これでね、いろんな作品などを撮れるようになってきたんじゃないかと思うんですけども、夜中や早朝まで長時間撮影しているとカメラがびしょびしょに濡れていた、もしくはレンズが曇ってしまって星が映ってなかったなんていう経験をされた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。その理由っていうのは一体何なんでしょう。ちょっと考えてみましょう。空気中の水分が冷たいものに触れると水滴になってしまう。よく冷たい飲み物の入ったコップの周りに水滴がつくじゃないですか。あれと同じ現象ですね。カメラを長時間寒い夜に使用していて冷たくなってくると周りの空気中の水分が水滴となってくっついてしまう。それでカメラが濡れたりとかレンズが曇ってしまったりとか、そういったことになるんですね。ではそれを防止するにはどうしたらいいんでしょう。このカメラレンズを温めてあげれば水滴にならないんですよね。ということで市販されているのがレンズヒーターというものがあります。もう名前の通りですね、レンズヒーター、レンズを温めるヒーターです。そういったものが売られているんですけれども、その成形写真用として売られている、まあ、ちゃんとしたものっていうんですかね、そういったものはね、そこそこの値段がするんですよ。でも今ちょうど春になったところなんですけれども、この時期にネットでいろいろ探してみるとお安く手に入るものがあります。こちら USB のドリンクウォーマーでございます。これはペットボトル用と書いてあるんですけども、まあ簡単に言うと USB から電源を取ってドリンクを温めておくものです。これね、ドリンクウォーマーですから冬場寒い時にいっぱい出回ってるんですけども、こう春暖かくなってくると結構ね、投げ売りされてたりとかっていうことがあるんですよね。掘り出し物を見つけやすいんですよ。まあ原理としては USB から給電してこの中に入っている電線で熱に変換するっていうんですかね、それでこう温めてあげる。でこれはカポッとはまるこういうカップ型なんですけども、こういうカップ型というのと、あとはこの底のついてない巻き付け型っていうのがあります。もう巻き付け型だとそのまんまレンズヒーターとして使用できるんですけども、このタイプがもう古いのかな、すんごいバカみたいな値段で売ってたりしたんですよね。それで僕はこれ2つ買っといたんですけども、じゃあこれどうしたらいいのかっていうと、ここくり抜いちゃえばいいんですよ。こんな形です。ぐるーっと筒型になってるところだけをこう切り出しちゃった感じですね。このままこう巻きつけてあげればレンズヒーターとして使える。これね、買った時確かね1個150円ぐらいだったと思うんですよね。それで2つ買っといたんですけども、まあ1個はそのまま使わずに取ってありまして、1個こうバラした形ですね。ではこれ実際どんな風に使っているのかお見せしていきたいと思います。こういうレンズにぐるっとこう巻きつける、まあ、これだけなんですけれども、これだけだとブラブラじゃないですか。それで僕はどうしてるかっていうと、ベルクロ、マジックテープで留められるテープっていうんですかね、あの自転車乗る時の裾をまとめるような、そういう用途として売ってたもんですね。これでこれぐるっと留めてあげます。こういう感じ。あとはこの USB の電源をモバイルバッテリーに挿して、これで三脚に据えて夜中中撮影していても、このレンズの部分があったかいのでレンズの曇りを防止してくれるということですね。こんなドリンクウォーマーでもかなり有効なんですよ。僕がこれ買ったのはもう多分2年ぐらい前だったかと思うんですけども、普通にこれで使えております。で今はね、もうこれドリンクウォーマーも巻き付けタイプっていうのが割と普通になってきていて、無理やりこれで固定してますけども、巻き付けタイプだとね、もうベルクロマジックテープも標準装備されていて、ぐるっと巻き付けてペロペロってくっつくような、そんなドリンクウォーマーも発売されております。それ買っておけばね、ドリンクも温められるしレンズも温められるということで、一石二鳥なんじゃないかと思います。今もさっきからこうずっとつなげっぱなしでいるので、これすでにあったかくなってます。
冷たくならなければ結露しない、夜露がつかないってことですよね。こういうね USB のドリンクウォーマーって冬場の時期とか、あとはもうそれが売れ残ってる今ぐらいの時期しかなかなか安いものは手に入らないと思うんですよね。でもこのレンズの曇りっていうのは冬寒い時だけじゃなくって、湿気が多い梅雨時でしたりとか、あとは夏場でも夜露なんていうのは発生しますので、一年中起こりうる問題なんですよね。これから夏の天の川の撮影などに向けて今のうちに用意しておくのも良いかもしれません。